ましておめでとう。今年もよろしくお願いします。みんないい顔してるね。この今までね、しっかりとした準備してきてたと思うんだけど、まあ、あと20日でユニフォーム着て、実戦始まるんで、そこまでの間しっかりと、もう一回体力と、技術をね身につけて、しっかりとキャンプインできるように、頑張っていきましょう。で、まあ、キャンプインしてね、まあ、ドラフトの順位も、ルーキーだったりベテランだったりも全く関係なく横一線からのスタートなんで、とにかく、キャンプ初日から、今年リーダーどうぞという思いを持って、しっかりと取り組んでもらいたいと思います。今年のスローガン真上なんでね、みんなの力が絶対必要になるんで、一緒になって、一緒に出して頑張っていきましょう。よろしくお願いします。大阪桐蔭高校から来ました藤原兄弟です。日本一に貢献できるように、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。日本体育大学から生まれました東祐介です。気持ちの強さでは誰にも負けないので、その強さを生かして頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。早稲田大学から参りました小島和也です。新人らしく明るく頑張りたいと思います。よろしくお願いします。明桜高校から来ました山口浩樹です。チームのために頑張ります。よろしくお願いします。亜細亜大学から来ました中村俊也です。開幕1軍を目指して頑張ります。よろしくお願いします。習志野高校から来ました古谷拓郎です。1日でも早くマリンスタジアムのマウンドに立てるように頑張ります。よろしくお願いします。本田技研工業より参りました松田慎です。井口監督を日本一の監督にするために頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。松山星稜高校から来ました土井出です。1日でも早く1軍に上がれるように頑張ります。よろしくお願いします。四国アイランドリーグプラス徳島伊藤国士から、参りました鎌田瑞希です。まずは、支配下登録に向けて、頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、合同実践、はい、はい、どうでしたか、そうですね、初めてことで、まあ、初めてのメニューも多かったんで、すごく疲れたっていうのはあります、ね、はい、これから、まあ、まだ初日なんで、はい、これから目標としてどのぐらいキャンプまで上げていきたいですか、
やっぱり体を一番大きくしたいんで、ウェイト中心に、体重もそうですけど、しっかり取り組んでいきたいなと思います。はい、